通信ケーブルは、任天堂の携帯型ゲームで用いる通信ケーブルで、ある。ゲームボーイ用とゲームボーイアドバンス用では、規格が異なるため、分けて説明する。いずれも単独でゲームをプレイする上で必須ではないが、これを用いた、他人数プレイを行うことが可能である。同社の任天堂 DS 以降の後継機では本体に、無線通信機能が内蔵されているので、通信ケーブルは使用しない。 ゲームボーイ専用通信ケーブルを用いて2台のゲームボーイを接続することができる。主な対応ソフトにテトリスやポケットモンスターシリーズがあり、いずれもゲームボーイを代表する大ヒットタイトルである。特にポケモンでは通信によって進化したり、特定のバージョンでしか手に入らないポケモンがいたため、全種類をゲットするには通信ケーブルが必要、不可欠であり。 通信ケーブル並びにポケモンソフトの販売促進につながった。ゲームボーイカラーには赤外線端子がついているが、これは特定のゲームソフトにしか対応しておらず、通信ケーブルの代用にすることはできない。初期型のゲームボーイと後に発売されたゲームボーイポケット、ゲームボーイライト、ゲームボーイカラーではコネクタの形状が異なるので、 新旧の機種で通信を行う場合は変換コネクタを用いて旧型のケーブルを新型の端子に合わせる必要がある。後に新型のゲームボーイシリーズのみに対応したポケット専用通信ケーブルゲームボーイシリーズ専用通信ケーブルも発売された。海外では逆にこれらのケーブルを初代ゲームボーイに使えるようにした変換コネクタも発売されたが日本では 未発売特定のゲームにのみ使える4人用アダプタも発売された。これは初期型のゲームボーイにしか対応していない。携帯電話と接続して遠隔通信を行うモバイルアダプタギガバイトも通信ケーブルの一種と言える。ゲームボーイアドバンス専用通信ケーブルの端子の形状は前述のゲームボーイシリーズ専用通信ケーブルのものと似ているが、 突起があるためゲームボーイカラー以前には接続できない。ゲームボーイ用の通信ケーブルをゲームボーイアドバンスに接続することはできるが、ゲームボーイアドバンス用ソフトの通信を行う場合は、ゲームボーイアドバンス専用の通信ケーブルを用いる必要がある。プラグに 1P と 2P の区別が存在し、ケーブルの中央のコネクトに別のケーブルの 1P プラグを接続することで最大4台までの 通信が可能となった。ゲームボーイプレイヤーにも接続することができる。ゲームボーイアドバンスでは、ゲームボーイカラー以前のゲームもプレイできるが、その場合はゲームボーイ用の通信ケーブルを使わなければならない。ハードが同じでもソフトに合わせてケーブルを使い分ける必要がある。同じ通信機器である。 ゲームボーイアドバンス専用ワイヤレスアダプタは特定のゲームの通信にしか使用できず、ケーブルの代用品にはならない。ゲームボーイミクロでは端子の形状が異なるので、ゲームボーイミクロ専用通信ケーブルや、ゲームボーイミクロ専用変換コネクタが必要である。この変換コネクタは、旧ゲームボーイ用をポケット移行用に変換するものとは異なり。 ミクロ専用ケーブルを Q アドバンスの端子に合わせるためのものである。Nintendo DS でもゲームボーイアドバンス用のソフトはプレイできるが通信ケーブルは接続できないため通信プレイは行えない。ありがとうございます。